ちんちゃんサブレやろ。あやかりチャンネル。やってまいりました。ついについにやってまいりました。神社ソムリエ史上神社最北端北海道下川町にやってまいりました。前回自分史上最北端の神社を目指し弾丸でいろんな神社を参拝した神社ソムリエ、今回は完結編。18時に空港へ戻るギリギリまで神社と町の魅力を全力でお伝えします。下川町は森林が9割を占める人口3000人ほどの町。近年はアイスキャンドルを使った観光誘致や SDGs にも積極的に力を入れているそう。気合い入れて行きたいと思います。北海道そして日本神社巡りの旅、今のところ最北端下川神社でございます。参拝行かせてください。いや、落ち葉の季節ですからね。今ねもう綺麗に境内掃除してありますね。本当にもう頭が下がります。新職の方にはもうだってここ真ん中参道の僕が歩いてる石のとこは落ち葉一つないですから。はい、うわ、ちょっと参拝前にちょっとだけいいですか。すいません、本当はねすぐ参拝なんですけど、あの破風っていうか拝殿の屋根二重になってるの珍しいっすね。だって今まで北海道でも雪かぶ参拝者は雪かぶらんようにって言って一重なんもありましたけど、二重はなかなかないんじゃないですか。立派、迫力がすごいっすわ。さあ、あの佐々木裕太、神社ソムリエ神社巡り、今のところ最北端の神社でございます下川神社、参拝させていただきました。いや、これもっともっと更新していかないといけないんですけど、今日はとりあえず今日の時点ではここが最北端でございます、僕の中では。それでは今回も神職の方にお話を伺えると約束させていただいております。お呼びしましょう。下川神社宮司さんでございます。マレさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして。はじめまして。ソーシャルディスタンス。すいません、はい、何の罠が今かかったんですか。、はい、ようこそ遠いところお越しいただき、当社にお越しいただき、ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりしました。今何が起こったのかと思いました。はい、すみません、ありがとうございます。ソーシャルディスタンス、はい。最北端の方って聞くとなんかちょっと物静かそうなイメージがありますけど。あ、そうですね、やっぱりちょっと雪がね、しんしんと降り積もる地域の神主さんということで、はい、どうでしょうか。はい、まあ、私も小さい町の宮司なもんですから、はい、まあ、地域密着型ということで、はい、まあ、明るく楽しくをモットーで、神職をさせていただいております。まあ、ご神明奉仕はもちろんでございますけれども、はい、よろしくお願いします。いや、大丈夫ですか、ここまで。大丈夫ですよ。僕実は全国1万数千社行ってるんですけど、はい、北海道といってもやっぱり空港があるような町を中心に参拝していくっていうのが多かったもんで、はい、なかなかこちらまで足を運んでくれる方っていうのはいないので、本当に御朱印ブームでいろんな方がね、ご参拝になられますけども、はい、都庁まで来る方っていうのはほとんどいなくて、うん、本当に御朱印といっても月に1件2件くらいの。なるほど。この御朱印ブームの中、はい、月に1件2件っていうと、はい、むしろこう珍しいですよね。そうですね、まあ、ぜひですね、当社にお参りいただいたということで、はい、下川の町のことも、うん、ちょっと知っていただきたいなと思うので、はい、まあ、参拝場のち、はい、もしよろしくお時間あれば下川の町の中も少しご案内をさせていただければなと。そうですよね、これきっかけでね、神社参拝していろんな町の魅力を発見しに、ちょっと巡っていただきたいなと。そうしていただけるとありがたいです。今日じゃあそれを宮司さんからいろいろご紹介いただけるということで、お任せください。ということで、神社はもちろん魅力いっぱいの下川町のことも教えてください。下川町というとどういう町なんですか。
そうですね、もともとは鉱山で栄えた町なんですけれども。あ、そうなんですね。まあ、鉱山が閉山して今は、まあ、木材、酪農業の町として栄えております。あと作物もいろいろ取れる。そうですね、トマト、ジュース、はい、まあ、小麦とかで、下川の辺延べ麺とかを作っております。まあ、せっかくあのご参拝いただいて、先ほどお話した通り、はい、まあ、木材の町でして、神社の中の方にちょっと木を使ったものがございますので、はい、ぜひ中の方を入って見ていただければいいんですか。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、失礼します。どちらですか。ですね、こちら、あ、そっち、はい、見ていただけると、あの木彫りの彫り物があるんですけど、すごい、チェーンソーで、物を彫る人がいらっしゃいまして、うん、その彫り物を、毎年1回ずつ、奉納してもらって見ていただけるための十二支。はい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 、はい、1年に1体ずつ、はい、12年かかって。そうですね、12年かけて下川の木材を下川のチェーンソーアートアートの方が12年かけて奉納していってくださったっていう、はいはい、これはすごい。チェーンソーアートってちょっともうちょっと僕、はい、直線的というか、そうなんですよ、だから僕もそう思ってた。簡易的なやつ、はい、まあ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 、はい、奉納してくれるのかなって思ってたら、まあ、こんなね立派なものを奉納していただいたんで。最初はもうこれ一体でこれぐらいのサイズで行こうって思ったチャンスが、その作家さん、ね、したらぜひこれからもって言って、はい、だんだん大きなってる感じします。イノシシが始まって、はい、まあ、次ネズミ、はい、あちらにあるんですけども、大黒さんの上に最初僕どこにネズミいるのか。確かにこれ大黒さんやけど、はい、リスって言われる方もネズミでございます。リスじゃなくてネズミですね。本人枠ネズミです、はい、で、まあ、今年牛年なんで、はい、あの神社の正面の方に、あ、正面に牛が出てきてると、はい、牛どないしたの。この牛、そうですね、あのこの年確か景気があまり良くなかったはずなんです。それで勢いよく雲の上で、うん、牛が飛び跳ねてるっていうのをイメージしたと言っておりました。まあ、設計図とか何もなしに、はい、まあ、自分の思った通り掘っていくらしいんですよね。すごい技術か。はい、馬、はい、羊じゃないですか、馬、はいはい、どうしても皆さんヤギ、本人が羊と言い張るんで羊ということで、僕もヤギって言ったんですよ、はい、羊だって言うから、羊ってことで、なんか山のちょっとね、はい、ちょっと文句あるんですか。いや、文句ない文句はないんですけど、はい、お納していただいたもんです。あ、そうですよね、ありがとうございます。ありがとうございます。いますで、これは、次サル。いやいや、ちょっと待って、ちょっと待ってサル、どないしたのサル、ちょっと、いや、やっぱり、なんていうんでしょう、芸術家じゃないですか。はいはいはい、サルって、はい、やっぱその、山の中、神様をイメージしようとしたらしいんですよね。なるほど。で、あの、まあ、ここはそ、こっちニホンザルの顔がこう彫ってあるんですよ。あ、横横横、わかった、これは納得です。だからそういう動物というテイストでちゃんと表現をされてるんですね、はい、そうなんですよ。ということはこの方が掘った真ん中の猿というのは、はい、山の神様という、神様というイメージ。この先ほど言ったのヤギじゃなくて羊です。羊の方も、うん、ここによく見て目がここにあるんですよね。これ目、はい、なんかその山の神様の使いみたい形を想像した。ちょ、切って切って、笑ってもってるやん。こんなに神社に奉納するためだけに作ってる。そうですね、これはもう神社に奉納するためだけに作っていただいたものですね。だからちょっと、はい、あれですよ、奉納されたものを、まあ、多くの方に見てもらうことによって、はい、意味を出すっていうこともあるんじゃないですか。なので私もあの私が時間ある時でしたら神社の中入ってぜひ見ていってくださいというふうにご案内をさせていただいているんですけど、これからね、神社ソムリエのあやかりチャンネル見てきましたっていう人がね、ちょっとでもいてくださったら嬉しいですね。そうですね。大迫力のチェーンソーアートを見せてもらいましたが、下川町といえばあの方の出身地なんですよね。雪といえばスキー、はい、でスキーといえばジャンプ、はい、ジャンプといえばレジェンドの葛西選手、はい、レジェンド葛西選手はこの下川町ご出身なんですか。そうですね、葛西選手は下川町出身ということで、まあ、下川の少年団で、まあ、若い時は活躍して、そして社会人になってから今活躍、レジェンドという形で活躍をしていただいています。
レジェンド葛西選手にちょっと縁のあるお守りがこちらで頒布されてるって聞いたんですけど、はい、あります？はい、お仕事してればいいですか？はい、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 こちらですか？はい、ジャンプのお守りとちょっと別のもあるんですけれども、はい、あ、ほんとや、はい、これ飛翔守りって読むんですか？はい、飛翔守り、全国じゃ探してもなかなかないんじゃないですか？はい、飛翔守りっていうのは他の神社さんとかあると思うんですけど、はい、はい、ジャンプの縁がついた飛翔守りっていうのは多分うちだけだと思います。で、これを家族の方が、はい、この守りを葛西選手のご家族の方がこちらにずっと受けに来られてたんですね。はい、そうですね、毎年受けに来ていただいてましたね。だからもうレジェンドって呼ばれるぐらい長く競技続けられてるんじゃないですか？そうですね、そうあっていただきたいです、うん、だからこれ別に僕なんかスキーもしない、ジャンプもしなければスキーもあまりしないんですけど、はい、そのスキーのジャンプで遠くに飛んでいくその姿にあやかれるように、はい、そうですね、飛翔守りを受けることもできるんですよね。はい、はい、こちらにもちょっと書かせていただいてるんですけど、はい、はい、まあ、まあ、勝利の願いを込め、あなたの願いが高く到達しますようにという記念が込められているので、これは全国広いですけど、ここでしか受けれないですからね。まあ、そのね、スキーのジャンプのお守りはなんか聞いたことあるなと思って気になるんで出してくださいって言って出していただいたんですけど、めっちゃ さっきからずっと気になってますけど、かわいい、かわいいです。下川町のゆるキャラシモリンを描いた絵馬でございます。シモリンも祈ってるってことですよね？シモリンも祈ってます。はい、下川神社、下川町のいろんないいところが神社にギュッて詰まってるから、やっぱ神社にまず参拝していただいて、それをきっかけに下川町を知っていただいて、そうですね、うん、やはりこの東京においでいただいた際には、はい、まあ、大神様をお参りいただいて、うん、それから町のいいところを見ていただければありがたいなと思います。いや、下川町のいいところすごく分かりました。はい、スキーとかね、はい、木材の町だっていうのはよく分かったんですけど、やっぱりちょっとね、いや全然いいですよ、無理だったらいいですけど、やっぱりなんかこう食べたいなっていうのはあるんですよ。このチャンネル結構こう無理言って新職の方が聞いていただくみたいなね、まあ、流れがあって、全然無理だったらいいですけど、なんか一緒に行きますか？ありますか？ということで、緊急企画、下川神社宮司丸井さんの下川町おすすめグルメ3つを発表。まず1つ目はそうですね、はい、神社から徒歩2分、はい、柳井和彦さんというところで、私の好きなプリンがあるので、ぜひ佐々木さんにもよろしくお願いします。プリン、雪が降るところなので、はい、雪降りプリンというのがあるんです。え、気になる、憧れてきました。雪降りプリン、雪が降ってるみたいでしょ、はい、で上から見たら雪降ってる、美味しそう。美味しい、プルプルかなって言ったら違うくて滑らかな、滑らか、うん、で上に降ってる雪はホワイトチョコレートですか？これだからホワイトチョコレートの甘み、はい、がギュッと口の中入ってきますね。新発見、はい、美味しい。ではですね、次に、はい、私がおすすめするのは、まあ、当庁のトマトジュース。トマトジュース、はい、正直言ってですね、うん、私トマトジュースって苦手だったんです、うん、なんですけど下川来て騙されたと思って飲んでみろって思って、そしたらどうだったんですか？あれ、これトマトジュースって思うような甘さ。あ、甘いっていうイメージは確かにないですよね、はいはい、こちらですか？こっち、はい、こちらはトマトジュースですね。ぜひ佐々木さんに飲んでいただきたい、よく振ってから、はい、これだから下川のトマトなんですよね、そもそもの話ですけど、はい、違いました、桃太郎です、失礼しました桃太郎。あ、香りがすごい、蓋開けた瞬間にトマトの香りがもうこの距離でブワーッと広がってきますね。それでは、あ、ぜひ飲んでみてください。ふるさとの元気、いただきます。甘っ、美味しい。さっぱり飲めるんですけど、身をそのままガブって噛んだ
あの感覚ですか。そうですね、うん、ドロドロは、ドロドロ、そう、ドロドロしてますね。それぐらいだからたっぷりトマト使ってるってことですよね。そう、うん、美味しい。でもね、ついてるか、ついてる、美味しいし、優しいし、優しさいっぱい入ってる、優しさいっぱい入ってるし、甘い甘いって言うけど甘いだけじゃないですよね。あのさっぱり、あとすっきりしてる。で、冷やしても美味しいし、これきっと多分ね、常温でも美味しいはずですよ。栄養たっぷり、栄養たっぷり。と、ここですいません、もう僕昼間も結構神社巡ってきて、勝手な事情なんですけど、あの飛行機がもうすぐ飛び立ってしまうんですけど、もうそれでも最後にあの小麦のなんかその何でしたっけ、うどんの手延べ麺、うどん、それなんですよ。お店だけ教えていただければ、もう僕飛行機の前にチャッと行ってチャッと食べて飛んでいきますんで。うどんだけはどうしても食べたいということで、丸井さんにお店だけご紹介いただきました。ありがとうございます。下川うどん弾丸でいただきます。これが親方陣になります。親子年じゃあいただきます。どうぞ、温かいうちに。ありがとうございます、いただきます。おいしそう、あったまりたいです。おいしい。うどんの周りはね、柔らかいですよ、うん、あ、柔らかめのふわふわしたうどんかなと思ったんですけど、中に芯というコシがありますね。だから味が染み込んでんのと、真ん中に小麦の味が詰まってんのと、おいしい。神社ソムリエのあやかりチャンネル、はい、北海道スペシャル、一旦回ってきまして終わります。旭川空港に戻ってきました。これから東京帰るんですけれど、まあ、前半は美瑛神社行かせてもらって、あと旭川神社行かせてもらって、今日に関しては、旭川からずっと北に順番に5社ぐらい巡らせていただいて、最終的に下川神社参拝させていただきまして、でうわーって急いでうどん食べてって言って今戻ってきて、もう飛行機出る寸前という感じです。なんで、とりあえず北海道神社旅最高でした。そして全国の神主さん、神社の皆さん、もしよければ神社ソムリエのあやかりチャンネル呼んでください。どこにでも行きます。よろしくお願いします。それでは東京戻ります。